4の7とかそんくらい。面白かった。笑えた。笑えた。笑えた。10投やって、バット投げて。10投投げたら勝った。10だけで勝てる。勝てる。次。マハフライ先生、ビッグボディ。ビッグボディ。オルル。オルル。おじさん。オルルさん。オルルおじさん。オルルおじさん。はい、じゃあじゃんけんしてください。最初から。近い方を選ぶからこれじゃんけんの意味がないのね。近い方選んでるもんね、うん、さあワンピー側マハフライ先生ビッグボディ後で来るよ。先ほどのマハフライが見る限りでは俺の方は最近結構やってますよとまたやってますねみたいな。そしてマハルさんマハルからのオルルさんお久しぶりです。え、何さあオルルさんはコンドコンドルルオルルコンドルルオルルコンドルルあれはプライドの実況みたいなあーコンドルみたいな。はいはい一瞬でバレてんだけど大丈夫絶対声入ってるこれ絶対声入ってる。隠しキャラはあれです、相手に協力してもらえたんです。その間にいつでも特に条件なく打者できたと思います。打者通ります。さあいいターロックさんずっと一気に今かなりしたね。オルル作るよキャラ1キャラ分くらいしたね。やばい1キャラから1キャラ分くらい確かに。ああなるほどね。トマフーよしあのさあここはいさあ上逆に投げられた。浮いてあれ今のってもしかしてさ冬バグ、うん、トマフを置いてたら全部潰せる。いや降りてきて投げとかできる。あそっか。さあこれどうする。さあワンチャンスあるのかこれあるのか。JK キャッチさあちぎった勝ったのはオルルコンドルオルルオルルコンドルコンドル出てくるのはピエールこれねやっぱつらいよ、うん、どっちもどっちもどっちもつらいと思うよ。コンドルはまあ近づければだいぶワンチャンあるけど、まあ、ピエールは立ち回りで何とかなる気もするが胃が痛い胃が痛い胃が痛い。あやっぱ大蹴りがね大蹴りがやっぱ強いですね。安定機能しまくりますよね。しまくりですね。さあダメージをチクチク取っていくビッグボディビッグボディマハフライ信者ビッグボディあれ削り合うんですね。なんでなんでカラキャンもできますと。さあ大蹴り落とす。はいはい投げてゆっぴゆっぴゆっはいはいはいジェットやってドンやってドンドンはいめっくりがさあドン余裕だトマフドンチェキチェキタグはサンダードンドマフドンちぎったキャッチ。さあ並んでリーチを返した。オルルコンドルコンドル大慶が機能しまくりですね。やっぱり飛びがかりにも対空にも着地したところにもさせる。とりあえず振ればいい。とりあえず振ればいい。ただし今スライディング一点見されるとちょっとつらいかなと。出しを刺して飛びが取らない、うん、投げて、うん、なし警戒ダイヤスで焦がしたが受け身取って離す、うん、ケース、うん、何時に削りに行くがこれはさすがにあーやっトマフーあはい確定取られて取り返すビッグボディさあおじさんの大将はオルルさんの大将はオルルさんの大将はオルライダーオルル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 
さん、それ JC じゃないっす。おじさん、それ JC ちゃう。ライラや。いや、むしろブランカや。ブランカや。読めな、本当に。本当にって。本当に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 。本当に本当に本当に。知らんじゃん。はいはいはい、さあ高まってる割には画面を見てるっていうね、このライラというキャラ非常にめんどくさい、非常にめんどくさい。そう、あ、そういうコンボあったのね。はい、そして今のあーまあ今そっちはいタイプドシーンラウンドドラあっライラ高まる割にですね、はいとかいうのはあの技を出した瞬間だけですね。そうほらほら攻撃した瞬間、はいはいはい、ほら絶対ね、うん、高まってる、はい、高まってるフリで画面見てね、はい、ウェイ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 、さあゴリゴリ押して、はい、プシュプシュプシュ、ワンチャンあるのかこれ、止めて止めて、これは確定取れない、戻る、気まずい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 、次パンスでしょ、パンさない、おっとベイピー釣ったんですけど見返したかったなかなかひどいオチがついた、勝ったのはオルル、次エヌミンバーサスマフロイ先生、マリポーサマリポーサ、一匹マリポーサ、さあマハフライ信者がいっぱいおります。いやこのゲーム面白いわ、やっぱ面白いわ面白いわ、いやカンナチャレンジャーわざまんな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 んて書いてあるかわかんない、さあティアマハティアマハマハフライ先生信者マリコーサさんもやっぱりとりあえずマハルは使うと、とりあえずマハルを使ってビューバグを使うと、マハフライ先生信者ですって感じですね、冬バグしてください。さあエヌミンティアはコンボ知らないけど、コンボ知らないけどやっぱティアだから立ち回りが強い、とりあえずなんかこの適当な固めでやっぱ結構きついてか、なんかこのキャラのコンボってどうやったっけ、壊し壊し AC、 あどうしたんすか、そうだそうだよ、え、どうしたの、超安定コンボじゃん、うん、どうしたの、どうしたの、忘れた、うん、これはすいません、本物のマハフライ先生でした、はいはい、サーセン信者どころじゃないです、あ、サーセン、はい、あ、本物でした、サーセン、サーセン、あ、サーセン、さあ本物のマハフライ先生がマザーランド1本、あ、サーセン、本物でした、あ、サーセン、本物でした、サーセン、あ、サーセンでした、カールが飛び上がるからマハフライなのかな、飛んでるね、マハフライ飛んでるね飛んでるね飛んでるね、飛んでって上から降りてくると見せかけて下から出てきて投げるみたいなね、ウェイみたいなね、飛べない、飛べない、まあ次は飛ぶでしょう、ああいいセンス、飛んだ、しんどい、いやまあ確かに飛んだ、さらにまた飛んで減ったー、さあ1本取った、ま、本物のマホライ先生、マリポーサー、マリポーサさん本物です、さあエノミンはまたティアですね、もちろんラウンドワンファイラビットゲージ、ラビットゲージ、このゲームいいよね、うん、絶妙にバランス取れてるよね、うん、なんかこうえ強すぎねとか言いつつも下の方のキャラ別に弱くないよみたいな、いや下のキャラも十分強いよ、上のキャラが強すぎる、やることは一応なんかあるまあ多分だけど、あのやっぱコンドルみたいなキャラがある程度強いと助かるよね、ああいうキャラが弱いとマジでどうしようもないから、うん、うん、まあ、昔のゲームって結構ああいう投げキャラ露骨なやつは結構きついキャラが多いんだけど、まあコンスコツザンギー9号スコツあれリホーク、うん、ホンダ、まあ、ホンダちょっと違った、だいぶ違うけど、リホークはでも昇竜があるんだよね、いやリホークはでもやっぱり下から2番目です、さあ
マッハールフライ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 あーちょっと変えてきた。さあ晴らしたいと思いきや3ヶ月ぶりにやるティア対マッハールのプロマッハール、本物のマッハール先生。おい、エルミさん、諦めないで。あんた1本取ったでしょ。諦めない、まだ早いよ。なんで今席立ったん。さあ、ちなみに今日ですが、景品が効いております。あ、忘れてた。ステラおばさんとクッキー、クッキー。お、ステラおばさんのクッキー。2つ。大丈夫です。ております。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、エヌミンさんが NK に帰るにリーチが入りました。はい、帰るよ、NK に。さあ、帰ってしまうんでしょうか、これに負けて。いや、でも、タイル的にはワッチャーったー。よし、もう負けていいぞ。もういいよ。いや、見せ場作りましたよ。もう見せ場作りましたよ。今日、エヌミンさん、もうね、見せ場作りましたよ。見せ場作りましたよ。やったね。やったね。夜行バスで来た回があったね。うん、だからもう帰っていいらしいよ。マハフライ先生、マリポーサは、コンドル。コンドル。マハフライという名のコンロ。なんかマハフライ派はなんか強キャラをあまり使わないという印象を受けるんですけど、うん、マハフライ一派は強キャラは甘え的な。強キャラなんて使わなくてもな、このゲーム戦えんねんみたいなね。まあ俺たちの動きを見やがれと。そうそうそう。一回転減った体力。おっといい勝利。この辺もだいぶ終わってるけどね。でも今トマホー潰されたんで、潰されましたね。マジトマホー、だってチェリートマホーチキッチキッ、詐欺入れてんのかあれ。いいな、よし。さあ、チキッと決めて、さあ、リーチをかけた本物のマハフライ先生、マリポーサ。トマフートマフー。これは安く安定で済まして、投げでめくりじゃない、表だった。どう見ても裏の機能。今回しかし下段からゲットに繋がっていなかった。削り込みでしょうかね。さあ、勝ったのマハフライ先生、マリポーサ。次9クレメ、9クレメさん、マハオン信者、マハオン信者。さあ、マハオン信者にマホン、マホン、袖振り、袖振り、手振り。いや、俺今日一回も見せ場作ってねえや。作ったやん。あ、いえ。金門。マホン、早い。これはマホン信者コントロール。やっぱ信者ですね。信者ですね。そう、9クレメのショー。さあ、どっちが強いのか。9クレメのショーと、マホン信者のコントロール。まあ、ここでね、白黒。さあ、この人が4クレメと8クレメで優勝してるんでね。はい。やっぱ偶数で優勝してますからね。ですね。まあでも、一応まあ2本の方がやっぱ弱キャラに。あ、違う、10クレメだっけ今回。いや、先週優勝して9。あ、そうだよね。先週優勝だよね。確かそんな気がする。さあ、よしみして。え、今のトップ、今の確定取ったかな、ギリギリ。まあ、2本なんで下のキャラにもだいぶワンチャンできるようにはなってるはず。確かに。さあ、手が出しづらい。ここまで来ると例のあれを警戒しなきゃいけないので若干手が出しづらいが、さあ3、3、2、1、1、タイムアップ。ラウンド取るのは9クレメショー、押しダイバー。レッコーハダッシュしない。レッコーハ落ちてます。レッコーハ、これはトマフー。ダメ見ました。さあ、明らかに遅い。レッコーハやりたい放題。ちょっとミスった。はい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 、はい、あれがきつい、あれがきつい。てか無理でしょ。さあ、魔法信者兄さん、2キャラ目はティア。ティアティアティア使ってんの見たことあったっけ。ない。
ダンダングリー、エコハー、ダッシュ、イエア、ゴゴゴゴ、ダッシュ、エコハー、ペッ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 ペ連続系の技を入れればしっかり最後までゲージを回収してランを追うことができると。マジクソ技。しかしさあちぎれなかった。でこわなあリーチをかけているデュークレメのショーン。ちょっと見えたダメ出し、はいドンテンテントン。きついけどさあティアらしいところがまだない。危ない。釣ったって言っていいの、これ減ったんですか今最後。我慢補正だった。あー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 おはようございます。ジュンケッシュルー、俺オルルエジル大社大社ラウンドワンファイン。あ、開いてたんだ。どっちでもいいよ。さあ 1P 側店員さん、 2P 側がオルルさんでいい？オルルさん、今日オルルさん、おじさん、オルルさん、オルルおじさん、おじさん、この試合高まる。できる。うりゃトマフー、しっかりできる。さすがおじさん。さあ投げだと思ったら投げられてた。うりゃうりゃトマフートマフー、ドン。はい、あーもったい。さあ角半、さあコパコパと当たってラウンド取るのはオルルおじさん。ラウンド2ファイウーレウーレからのはい、無敵の髪の毛から石膏減った。シェアシェア、うりゃうりゃ。おじさんやってない、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 うりゃ。えっ、眠気覚ましにもならぬ。What a moment, please!
リーズ。はい、さあおじさんはライダー。さあ置き攻めにいった、ウーリアタイピャッ、できる、しかもつながってない。さあランツからの、はい、飛んじゃうんだろ、はい、そこなんだ、はいはい、おいしい、優しい、優しい、どっち、はい、はい、そういう理由から燃えて減った。あの、おじさん、リッチこれ、うん、うーれ、あ、これ、うーれには間に合わないんだっけ、唯一、唯一間に合わないんだっけ、あ、でしょ、あの、本当にビタ、ビタでやるくらいでしょ。さあ、ビタでやった、うわ、へっ、さあ暴れる、安い、さあ髪の毛を硬直から超引っ放して投げて、落ち攻め投げて、うーれうーれ、おお、できる。さあ勝ったのはピャッピャッ、間違えた、あ、さあ出てきたのはエジさんの本キャラショー、うお、何今の、減ったんだよ、減ったんだよ、さあ釣られない、ピャッ、やっぱ三段はね、距離もあるしね。さあとりあえず削る。さあ上りジャンディーで食うていく。どうすんの？はいはい。ああ、やべえ、危ない危ない危ない。さあ体力がない。コシコシと刺さって。さあ逆にリーチをかけたエジショー。さあまだ安い、結構テーマは絶望的じゃないですかこれ。おじさん、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 やばいよ、さあ、さあ着地にバッチリ刺さってね、ビタビタで刺さりましたね今。はい、次マハフライ先生マリポーサバーサス9クレ目。さあ新規とマハフライ先生ガチバーサス新規、あ、こちらすいません忘れてました。OK です。